5月13日、木梨の仕入れです。高蝶木、さつきの苗木ですね。かまつかこけのものの苗木ですね。白シタン。季節にちょっとね、良い季節とはだし。長寿梅、斑入りの野ぶどう。岩千鳥ですね。ちょっと季節外れですけど、冬至梅、もみじに、鶴梅もどきに、斑入りの入れけやき、なぜかバラ、けやきの苗木ですね。これは盆栽らしいさつきですね。筑豊、姫シャラの苗木ですね。夏椿、ピンク夏椿ですね。山椒、メルカリ用の山椒ですね。金柑、バラの苗木。この植木はちょっと誰のでしょう。さつき、港の挿し木の苗木ですね。高蝶木、綺麗にね、花全部来てますね。つぼみ、パイついてます。さつきの寄せ。木梨の盆栽位置の整理ですけど、松はなんと今日はこれだけ。しかも五葉松。黒松じゃないですね。五葉松の素材ですね。鉢。ちっちゃい鉢、いろいろ、なんか、良さそうなもんがたくさん入ってますね。こういうのが化けたりするんですね。これ面白いですね。木いちご、ブラックベリーですね。ブラックベリーの盆栽ですね。湘南八角蓮、これは花市場の商品が流れてきてますね。ラベル付きで湘南八角蓮。金紫南天で、これはあれですね。品種物の名前忘れてるな。また帰ったら名前が出てきますね。長寿梅に谷渡りですね。タンポポが終わった時みたいな花が咲く宇宙船の花っていうんですかね。これは紫式部、一応小紫になってましたね。紫姫徳沙ですね。こういうのがね、意外にコンスタントにいい値段で売れたりしますね。ケヤキね。あとこれが紅したんですね。ざっとこんな感じ。10時半からの競りで1時間半ぐらいですか。今日はね、品が少なかったからあまり買えてないですけど、まあね、前回競りがなかったですから中止になりましたから、まあ競りがあっただけよしとしよう、しましょう。わ、織姫、織姫ね、金紫南天織姫ですね。今日はこれが嬉しいかな。それとツタですね。ツタもこれ、ね、いい感じの曲がついてます。盆栽らしいのってこれぐらいですよね。まああとは素材ね、素材を買いに来てますから、ここは以上です。